ISO-9001 取得を掲示する倉庫 ISO-9000 シリーズ内市 ISO-9000 ファミリーとは国際標準化機構による品質マネジメントシステムに関する規格の総称でその中核をなす規格は ISO-9001 であるもともと現在の ISO-9001 の前身となる規格が事業者の性格に応じて IS ISO-9001ISO-9002 ISO9003 に分かれていたことや、現在でも関連の規格が9000番台であるものが中心になっているので、まとめて ISO9000 シリーズと呼ばれる。認証の対象となる規格は ISO9001 である。品質という言葉が使われた歴史は古代ギリシャにまで遡る。アリストテレスは何かを一般的に評価する基準として、数値、関係、 蘇生、場所、時間などと一緒に品質を上げている。現在においては、品質という単語は様々な意味に用いられている。文脈に応じた具体的な例としては、耐久性を意味することもあれば、信頼性を意味することもあり、時には高級であることも該当する。ISO9000 シリーズでは、 品質を種々の本質的なひとまとまりの特質が要求事項を満たしている度合いと定義している。日常会話ではすぐに壊れるなどの理由で使い勝手の悪いことを指して品質が悪いということがある。しかし ISO9000-2005 の品質の定義によれば使い勝手の悪いことと品質の良し悪しは無関係である。あくまで要求事項を満たしていればそれは 良いい品質のものもととうことになる要求事項として考えられるものは様々である。一般に、品質は4つの種類に分けることができ、それぞれの場合について、要求事項の具体的内容は次のようになる。企画の品質、製品で実現しようとしている特性に対する顧客の要求。設計の品質、企画の段階で検討された特性の水準や、 品質仕様。製造の品質、図面、仕様書などの設計文書。サービスの品質、調整、据え付け、消耗品の補給、不良品などへの対応に対する顧客の要求。品質は製品に対する評価の基準の一つであるが、製品とは実体のある工業製品には限らない。i s o 9 0シリーズでは、製品をプロセスの成果と定義し、 それには、輸送やソフトウェアなどの顧客に無形で提供されるものも製品に含めている。ISO9000 シリーズで使われている、製品という単語をこのような意味として理解すれば、ISO9000 シリーズは製造業に限らず、サービス業にも適用することができ、実際適用されている。品質が現代的な意味で重要になったのは、流れ作業による、 大量生産が始まった20世紀に入ってからのことである。それまでは熟練工が個々の部品をそれぞれが組み合うように修正しながら組み立てていたが、流れ作業による大量生産では作業員は決められた作業に集中して遂行する方法が取り入れられた。例えば、ヘンリー・フォードの時代のフォードでは、原材料や工具の受領、設備のメンテナンス、品質管理などは、 組み立て作業とは、独立して、専門のグループが行うような組織が編成された。このような流れ作業による、大量生産を実現する、最も重要なポイントは、ベルトコンベアではなく、完全で一貫した部品の互換性である。その理由として、どの部品もそのままで互いに組み合わなければそもそも、流れ作業が成り立たないからである。品質管理が重要になったのはそのためである。 製品、部品の個々の特性を個別に管理するだけでなく、品質マネジメントシステムとして、品質を管理、維持する仕組みを整える考え方は、最初は、軍の資材調達で取り入れられている。1959年には、アメリカ軍が、サプライヤーに対する要求として、ミル9-9858品質マネジメントプログラムを作成した。これは、 アメリカ海軍のミル千2 1 5 4 9やアメリカ空軍の AF-1523 をもとに作られたもので、その後の1963年にミル八 9, 9 8 5 8 a に改定された。続いて、NATO でも1968年に A-CAP-1 が制定された。軍事分野以外では、 例えば、原子力エネルギーの分野で1971年に、アン CN45.2 原子力発電所に関する品質保証プログラムの要求事項が制定された。これは、原子力発電所の設計、建設における品質保証プログラムを計画、実施する際の要求事項をまとめたものである。 これは1977年にアンシー45.2から1977原子力機器に関する品質保証プログラムの要求事項として広く原子力産業の設備に適用できるように改められた。1974年イギリスでは英国規格協会が産業界からの要望に応えて BS5179 品質保証システムの運用と評価の指針を 発表した。そして、この BS5179 の制定に刺激されて、各業界が、それぞれ独自の指針を作成し始めるようになった。この状態は1977年に、全国経済開発局のレポート、技術産業における企画と仕様で報告され、同時に統一企画の作成が勧告された。この勧告を受けて作成され、百七十九年に、 制定された規格が BS5709 品質システムである。BS5709 は3部構成をなしており、第1部は設計、製造、据え付けのための使用第2部は製造、据え付けのための使用第3部は最終検査及び試験のための使用となっていた。一方、ISO でも品質管理システム規格の制定のために ISO、 TC176 技術委員会が1979年に組織される。まず最初に ISO8400 に1986品質用語が制定された。これが ISO9000 シリーズの始まりである。ISO9001 品質システムマイナス設計、開発、製造、据え付けにおける品質保証のためのモデル ISO9002 品質システムマイナス製造、据え付けにおける品質保証のためのモデル ISO9003 品質システム最終検査及び試験における品質保証のためのモデル ISO9004 品質マネジメント及び品質システムの要素指針はそれぞれ1987年に制定された。これらは BS5709 をもとに作成されたものである。 ISO9001、ISO9002、ISO9003 ISO は BS5709 の第一部、第二部、第三部にそれぞれ対応する。ISO9004 は1981年に BS5709 に付け加えられた第四部から第六部をまとめたものに相当する。その後、ISO9000 シリーズは1994年に改定された。これは、 ISO-9000 シリーズの示す品質マネジメントシステムの導入のしやすさを狙うと同時に時代に合わせた考え方を取り入れたものであった。2000年に ISO-9000 シリーズは大幅に改定され、この2000年版の ISO-9000 シリーズが2013年現在の ISO-9000 シリーズの元になっている。それまでの ISO-8402 と ISO9000 から1は統合され、新しく ISO9000、品質マネジメントシステム基本と用語とされた。事業所の性格に合わせて分けられていた ISO9001、ISO9002、ISO9003 はまとめられて ISO9001、品質マネジメントシステム、マイナス要求事項となり ISO1011 は、 ISO19011 として、品質マネジメントシステム以外のマネジメントシステムにも適用できる規格となった。ISO9004 については番号は変わらないが内容が改定された。2008年にも ISO9001 の改定があったが、これはごくわかりやすく、改めたり、環境マネジメント規格である ISO14001 との兼ね合いを考えて、用語を変えたり、 パラグラフの順番を変えるなどの軽微な変更にとどまっている。2013年現在、この ISO9001-2008 が現行の企画である。2000年の改定前の ISO9001、ISO9002、ISO9003 と2000年の改定以後の ISO9001 が ISO9000 シリーズの中核を成す企画で、 これらの企画が品質マネジメントシステムのモデルを提供する。このモデルを実現していると認定にされた事業所が、いわゆる ISO9001 認定事業所である。ISO9001 は多くの企業に取り入れられ、ISO9001-2008 は170、過国以上にわたる100万を超える企業が導入している。このように ISO9001 が広く受け入れられるようになった。 理由としては次のような理由が挙げられる。ISO9000 の示す品質マネジメントモデルを導入することでの個々の企業や事業体の活動への効果については議論になることもあるが、それでも顧客は ISO9001 の認証をサプライヤーに要請し続けている。特に EU のように非完全消壁名 ISO9001 の認証が事実上市場で、 活動するための条件になっているというビジネス環境が理由で ISO9001 の認証を目指すというのは事業体が ISO9001 の認証を得る動機の一つである。業界によっては必ずしも ISO9001 の認証が必要なところばかりではないが新規顧客の獲得、従来の顧客の維持 ISO9001 の 金質マネジメントモデルを導入している事実をセールスポイントにするといったマーケティング上の利益を期待して ISO9001 の認証を得る場合もある ISO9001 の金質マネジメントモデルを導入することで不良率の減少、コストの削減、返品率の低下などというようなオペレーションの成績に対する効果も期待できる。ただし実際のところ ISO9001 の認証そのものは競争力の強化などを必ずしも約束するものではなく、それは ISO9001 の品質マネジメントモデルをいかに運用するかにかかっている。ISO9001-2000 は8つの品質マネジメント原則を基礎としており、経営者はこれらの原則を組織の実績を向上させるために使用することができる。ISO9001 2001の品質マネジメントシステムモデル ISO9001-2000 は以下のように構成されている。つまり、経営者の責任において、顧客の存在を重要課題として、企業活動の方針に取り込み、その方針を実現するために経営資源を整え、顧客の要求事項を具体的に製品として実現させ、顧客に供給する。そして、それが本当に、 顧客の要求事項を実現し、顧客満足を得ているかどうかを測定、分析し、その結果を経営者にフィードバックする。同時に測定、分析の結果は、品質マネジメントシステムの改善に役立てるというのか i s o 9 0 0 1が示す。品質マネジメントシステムのモデルである。ISO9000 シリーズでは、検証と妥当性確認を以下のように定義している。 2013年現在、ISO-9000 シリーズを構成するとされる規格は、ISO-9001-2008 のかに、以下のようなものがある ISO-9001 は、様々な産業に適用することを想定しているため、特定の産業に対しては、不十分であると考えられることもある。そのような場合に、ISO-9001 を土台にし、それに変更、追加を加えた規格を、 各産業で独自に制定する場合がある。自動車業界は、このような ISO9001 ないし ISO9000 シリーズを土台にした、業界独自の品質マネジメントシステムの企画、制定を早い時期から始めていた。1991年には、ベダがベダ6.1を発表した。これは、当時の DIN1ISO9004 を基準にした。 チェックシートで新しい要求事項を付け加えることを意図したものではないが自動車部品メーカーの品質管理システムを監査するために作られているので自動車業界の標準的な考え方が反映されている。1994年にはアメリカのクライスラー、フォード、ゼネラルモーターズが統一の品質マネジメントシステム規格、QS-9000 を発表した。これは ISO 9000、1994の4章を発展させたもので、クライスラーのサプライヤー品質保証マニュアル、フォードの9-101品質システム規格、ゼネラルモーターズのターゲットフォーエクセレンスの内容も網羅している。その後、欧米の主要な自動車生産国の自動車工業会と各メーカーが ITF を結成し、統一の品質管理システムの使用である ISO、 TS16949 を作成した。他の産業でも以下のような ISO9000 を発展させた独自の企画が制定されている。ありがとうございます。